皆さんこんにちは、ペストでございます。ティーズスカイラインですね。今日も頑張って小町タウンを発展させていきたいと思います。で、こちらね、地上駅なんだよね、高輪ステーションね。綺麗な駅ではあるんですけどね、どうしようかな。雷がすごいね。ああ、パッキングか。
な。と言ってる間に、時間を進めたので夜になっちゃいました。サッカーどないなった。あ、今試合中か。がね、綺麗ですね。
さあ、眺めてるだけではダメですよね。そう、詰まるからね、伸ばす線も作らないかんのよね。
態。火事かなんかあったんかな。あれか、下がっとんのか。
で、ちょっと貨物駅の場所をまた考えないかんね。ね。解消してくれたらいいんだけどね。上抜けな無理か。外側にバイパスいるな。こうなってくるとね。はい、では今回はここで終わりたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。それではさよなら。